福丸選手、はい、今日は福丸選手なんとあっという間の2歳の誕生日です。2歳になりました。おめでとうございます。どうですか今の気持ちは。ちょっとみんなにね、成長日記とか全然やってなくて、福丸がみんなの目に届いてなかった時期も多かったと思う。あと1回寝たら、はいはいはい、ディズニーシーなんですよ。なぜかというと、はい、福丸選手の誕生日なんです。そうなんですよ、今日私たちは夫婦でブルーノマーズのライブにね参戦してきたんだけど、その帰りで、子供たち昼寝しちゃったから今日たまたまねずっと起きてるんだけど、あもう全然なんか新幹線が出たっていうことで、あおばあちゃんがちょっと映っちゃって、おばあちゃんのお尻を追いかけて福丸が走っていくんだけど、福丸がさ2歳になってさ、どんな気持ち、お兄ちゃんとして、なんか、楽しい。楽しい。これからさもっとさ福丸がさ喋るようになってさ、何これ、全然聞いてませんね今。あーすいません福丸さん、あ福丸さん、福丸さんがパパの上にお尻攻撃してます。ちょっと2歳になった気持ち、今の気持ちな、どうですか。ねえねえねえ、何歳ですか。何歳になったの、何歳になったの。おお、何にも話聞いて、おい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 、ちょっとあの福丸さん、あのすいません、あの2歳になってみて、すいません、あの2歳になった気も、あすいません、すいません、あの2歳になったということで、福丸さんちょっと噂出てますけど、2歳になったって噂出てますけど、すいません、週刊誌ごっこですか、週刊誌ごっこですか。すいません福丸さん、2歳になったということでちょっと今忘れてます。本当のとこどうですか。カリブの海賊のワンシーンだね。カリブの海賊あったな、このシーン。なんと福丸さん来て、明日はなんと、ディズニーシーに行きます。やったやったやったね、ちゃんと喜びます。2歳誕生日 Vlog をみんなで撮ろうね。ね、トロトロ。楽しみ。ああもう2歳か、早いな。早い、もう時間が特にあっという間じゃない。マジで、いやー2歳でもね一番可愛いと言われてる伝説の。うわあ。それはちょっと危ない。じゃあ一回切ります。また明日。おやすみ。本番は明日です。バイバイ。おはようございます。おはようございます。誕生日当日の朝になりました。おめでとうございます。おむつすぎるんですけど、これちょっとばあばからね、アンパンマンのなんかパネルみたいのもらったんだよね。うん。ディズニーシーに着きました。はい。ミラコスタのホテルに今、お荷物を預けたところでーす。今日みんなでペアルックっていうか、黄色とピンクで、おそろオーバーオールで来ました。うねん、この人寝てますね。はい、2歳のハッピーボーイが、この間トイストーリーホテル泊まったんだけど、今日はミラコスタが奇跡的にね、福丸の誕生日のその日だけ空いてたっていうね。あの本当になんでこんなに世界は運命、世界は運命だよね。上すごい、同じこと言った、世界は運命だね。じゃあ今日はみんなでシー楽しんで最高の一日にしましょう。イエーイ、みんなお揃いでーすって。イエーイ、ほら1階、あ、ほんとだ。はい、ミラコスタの入り口を出てシーの中に入りました。こんな入り方したの初めて。さっきのさ、あのミッキーのさエレベーターで思い出した話があるんだけど、昔にまだプクマルいない時なんだけど、ウー君とめちゃめちゃ大喧嘩した時に、私が家出して、ポンスと私とリサとステップ4人で家出したのね。その時マネージャーみたいな感じで、うちにさステップもちょっといたのよ。でどこに家出したかっていうと、もうディズニーランドホテルに家出したのね。ウー君に対してはその姿をくらましたかったから、連絡を一切取らなかったの。でもウー君はさ、どうしようどうしようって
謝んなきゃっていうことで、いろんなリサに電話かけたり、ステップに電話かけたりしたのね。でも私が、出ないでって言ったの。でもそれでもウー君が何回も電話するからさ、まあさすがにかわいそうだなと思って、ステップに電話がかかってきちゃって、で、その時もうディズニーランドホテルの中に入っちゃってたから、あ、じゃあちょっと俺出るわって言って、ステップが取ったのね。でもディズニーランドにいるって言うとなんか喧嘩してる感なくなるし、え、なんか元気じゃんみたいな感じになるから、ディズニーランドホテルにいるっていうのはバレないようにしてねって言って、言ったら、ステップがエレベーターの中で電話に出ちゃったの。そしたらね、あ、もしもし、みたいな。え、今どこにいんのって言われて、いや、俺はちょっと知らない、みたいな。どこにいるか知らないって言って、調べっくれてもらおうと思ったら、ミッキーがエレベーターで、5階だよって言っちゃって、あれみたいな。まあ、ウー君は、あ、ちょっとディズニーランドにいるあれっていう風になっちゃって、まあ、バレちゃったっていう話があったっていうことを思い出しました。ということで、ちょっと一回切ります。はい、今から、今日のショー、ビッグバンドビートの抽選いきます。お願いします。せーの、エントリーをして、せーの、ピッ。お願い。ねえ、うるさい。22歳じゃないや、2歳の21歳じゃないかな。ビッグバンドビート抽選取れました。ありがとうございます。よかったね。なんて可愛らしい光景なんでしょうか。子育てというのはとても大変ですけれども、こんな光景を見ていると大変だったことはこの一瞬で忘れてしまいます。でもその忘れた一瞬、その先にまた大変が待っています。子育てはそれの繰り返し。ママは大変だけど子供が可愛いから頑張りましょう。ね、今日はちゃんとうくんさ、すごい可愛くない？見て、こうやって二人で。でもさ、これを着るとさ、あの、うん、恥ずかしい動画を思い出すんだ。なんで恥ずかしい動画認定してんだよ。いや、恥ずかしいだろ。めちゃめちゃいいだろ。なんで恥ずかしいだろ。うーくん、いつからかそんな恥ずかしいとか言うようになって。うーくんの。嫌い。あじゃあ。ふんだ。逆。今から、ニモのベイビーの、あの乗り物を乗りに行きます。だいぶね、日が落ちてきて、でも今日マジであったかい。全然寒くなくて最高だから今日のね、視聴者さんはね、話しかけずそっと見守ってくれる系が多くてありがたいですね。徳丸はね、あの全お魚のことをベイビーって言います。あのベイビーシャークのあれに釣られて、魚は全てベイビーです。なかなか言葉は思えませんが、それもまた個性ということで温かく見守っていきたいと思います。それではニモに乗ってきます。じゃん。今別行動してて、こっちがプクマルチームでカレーに並んで、でポンスとウー君でニモ乗ったんだよね。で今みんなでカレー屋さんに来てカレー食べてます。カレーが終わったら本当にマニアに行きます。はい。その後ミラコースタかな。疲れてないの？まだ行ける。汚い。はい、ホテルに到着しました。はい、これは、うん、マジですごいいホテル、うん、高級ホテルです。本当にそうだと思います。これはもうスペシャルデーにしか泊まれないっていうことです。しかしかしかわコンスがずっとここ丸を笑わせてるっていう。もうやんないよ。で、テンションでお気づきかと思うんですけれども、大人はめちゃくちゃ疲れてます。はい、もうそろそろチェックインの時間です。チェックインというか部屋をオープンする時間です。福丸選手がですね、買ったお土産を自分で持ちたいと言ってこう聞かなくてですね、ずっと引きずってきてます。これでこうして、せーの、パタ、すごい、開いた、入りました。初ミラコスタ、どうでしょうか。リビングどこ、あれ、え、んもしかしてここで1台で寝る。あ、きついかもしれない。あ、終わった。外が出れんだよこれ。
くんと福丸選手は家に帰りました。福丸来た。いやなんかうーくんがねもう部屋狭すぎて無理、俺ここで寝るなら帰るって言い出始めて、うーくんの後輩に迎えに来てもらって、福丸も狭いから無理だから私が一人で二人っていうのはちょっと大変になっちゃうから福丸連れて帰るって言って、はい家に帰りました。怖いなー、ミラコースターでー。もうね、うちんちってほんとこういうことあって我慢できないのね。まず、あ、無理って思ったら、もうその場で打開策を考えるわけ。ランク上の部屋に、バンってその日に言ってとかだったら、もうちょっとね、人気ないホテルとかだったらできると思うんですけど、めちゃめちゃミラコースターだから、そんなランク上のもっと広い部屋ありますかなんてことはもう言えないわけですよ。で、サブベッドみたいなの用意してもらえますかって言おうと思ったんですけども、サブベッドを置く部屋余裕すら絶対ないっていうのがもう一目瞭然だから、うん、これはね、うん、人が帰るしかないねってうちらはなったわけよ。うん、俺お家の方が全然好きだから帰るわとか言って帰りました。で、あーちゃんはなんか、寂しいんだけど、みたいな気持ちになりながらも、まあでもそうだよねと思って、一回全員でもう家帰ろうぜってなったのね。そしたらポンスがよ、この子はやっぱ優しいです。そんなことしたらホテルがかわいそうだって言ったんですよ。私はその言葉に感銘を受けまして、じゃあポンスと私だけ残ろっかって言って、二人で残ることになったんですけど、ちょっと暇じゃないって、ホテル暇だって思って、スプラトゥーンを持ってきてもらいました。で、ポンスも今スマブラやってると思うんだけど、二人になりました。じゃあ私の予約ミスなんだよね、これ多分。よくにも申し訳ないんだけど、まあ、とりあえず一旦ゲームするわ。明日の朝食も結構楽しみだから、今お風呂沸かしてるからお風呂入って寝たいと思います。なあ、はい。こう。うん。みんなどう見える？僕たち顔。ね。みんな。つまんない。ほぼつまんない。それなんでつまんないかってさ、細かく教えてあげようよ。二人ぼっち。そう。怖い。あとは何にも、うん、ない。うん。うーくんとさ、福丸選手がさ、帰ってから急に静かになってさ、怖い。怖い。いや、怖い。ねえ、どうすんの？帰る。え、帰る？では、帰りましょう！急遽え、でこれ二人で寝るの怖いもんね。では、うん、レッツ、はい、おうちー多分疲れてんだと思うよ、ママとみんな。でもさ、まさかみんな帰ることになるなんて思わないよね。ホテルの人にさ、お部屋に不都合ありましたかって言われちゃったけど、全然そんなことないんですけど、ちょっと休養ができちゃってって言って、寂しくてなんかお家帰りたくなっちゃってね。ちゃんともちろんお金は支払ってお家に帰ります。昨日ミラコスタ帰ってきちゃったじゃないですか。そっからちょっと締めのところ動画撮ってなかったと思うんで、ちょっと福丸選手をこちらに呼んでもらっていいですか。ポンスさん、福丸選手おいで。おめでとうございました。2歳になってみてどうですか？うん、2歳になってどう？2歳になってどう？嬉しい？マーニー。ん？マーニー。マーニー？うん。ちょっと今から最後のプレゼントがあるの。うん。2歳の誕生日のアンパンマンのプレゼント。絶対アンパンマン。いる？嬉しい？じゃあちょっと目つぶって。そう。目つぶっててね。最後のこれが、じいじからのお誕生日プレゼントです。いくよ。3、2、1。やった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 よかったじゃん。今はポンスもおもちゃ買ったもんね。やったね。うん。嬉しいね。うん。すごっ。お、見て見て、これ全部開けてほら。わー、やったー。もう今、プクマルはもうアンパンマン絶賛ハマり中だからね。もうこれは多分かなり嬉しいんじゃないかな。
やっきー、これでアイス屋さんごっこができるんだって。こんな感じで、徳丸の2歳のお誕生日はこれにて一件落着、大成功ということになりました。楽しい2歳の誕生日になりましたか？あった。次は今度の6歳の誕生日だね。これからね、言葉とかもだんだん含まれ話せるようになってくると思うから、この兄弟のね、掛け合いがすごい楽しみです。ということで、動画見てくれてありがとうございました。また見てね、バイバーイ。バイバーイってしよう。全然興味ねえじゃん。